来た、はい、ちょっとその方で操作をしますけども、これタイトル画面ですね、はい、OK、来ましたね。ソニックオリジンズ始めていきましょう、はいはい、まずはこれですね、ソニックザヘッジホッグは、うん、でアニバーサリーモード、ディスターアニバーサリーモードが16対9になったりとか、うんうん、遊びやすくなっているもの、うんうん、でクラシックが従来通りのものでボスラッシュモードとか左右反転したミラーリングモードがあって、これソニック1、まあ、パッケージも右上に出てますね、うん、いろんな、本当いろんな、まあ、タイトルもそうですけど、はい、いろんなモードが入ってるんです。それぞれその各作品ごとに全部入っている。なるほど。これソニック CD なんですけど、ストーリーの時系列的にはソニック CD が1の後に来るっていう感じで、うん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 、で2、うん、2と来て3があって、でこれがですね全部島になってるんですけど、ああ本当だ、マップをこう開くと、おお、いろんな島が、ね、ゲームごとに島があるんですね。それぞれの舞台となっているのが島として出ていると、うんうん、そう、ミッションとかミュージアムとかもありますね。これがさっきちょっとお話ありました、うん、新しいストーリーモード、その一本につながっている、一本につながってるアニメーションが入っているのか、でミッションモードはさまざまな条件があって、何秒以内に倒せとか、どこどこまで行けとか、そういったいろんなミッションがあるんですけど、それを楽しめるものですね。これをクリアすると、今のところで使えるコインが手に入ったりとかします。でミュージアムは、設定資料集だったりイラストだったりとか、うんうんうん、そういったものとか、あと音楽が聴けたりとか、うん、そういったものですね、という感じです、はい、じゃあ、まあ、早速ちょっとゲームを一回やっていきましょうか、うんうん、まずは私の方でソニック・ザ・ヘッジホッグ1の方をストーリーモードでちょっとやらせていこうと思います。ストーリーモード、はい、これをちょっと最初からやりますね。初めから、お、これがアニメーションが新しく入ったアニメーション、あ、これはもう新規の全く新しい、あ、めちゃめちゃ、あ、なんかいじめられてる、あ、助けて。ソニックってその、うん、ドクターエクマンっていう敵がいるんですけど、はい、エクマンがさらった動物たちを救うっていう目的が最初の方があって、そうなんだ、なんか助けて、あ、こいつですね、この丸っこいの、丸っこいのはエクマン、これエクマンですね、あ、悪そう、あ、動物だ、連れ去られて、あ、それを助けに行くんだソニックが、あー、なるほどね、そういうストーリーなんですね。そうですね、お、始まった。実写映画とジムキャリーがやってます。俺もそんな上手くないので、はい、あれですけど、まあ、結構ソニックってその音速というか速くてですね、そうですね、もうすでに結構スピード出てますね、よっ、おー、普通にプレイをしていきますけど、やっぱなんかこうあれですね、結構大胆に進んでいくのがいい感じなんですかね。で、この曲をですね、すごい聴いたことがあるっていう人はいると思うんだけど、うん、あ、はい、今よく UFO キャッチャー当時の BGM ですごいゲーセンで流れてたんですけど、作曲をされたのがドリカムの、あー、どれ、あー、これだドリカムの中村雅史さん、はい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 、なんです。実はこの曲をベースに最近、歌詞をつけて曲としてリリースされたりとか、そうなんだ、へー、ボーナスステージ、あ、ボーナスステージ、なるほど、一面クリアしていきなりボーナスステージが来るんですね。さっきのあのでかいリンゴ、あ、入っちゃった、そういうことか、でかいリンゴ取ると、はい、うんうん、このボーナスステージ、本当はカオスメダルっていうのは取れるんですけど、それを取れなかった場合にコインを使ってリトライができるようになってます。今回はしないんですけど、この辺はその遊びやすくなった、うん、これも前まではなかった、原作にはなかった、そうです、あ、そうですね、あのソニックって敵にぶつかるとやられちゃうんですけど、うんうん、その時にリングを持ってれば、うん、ミスにならないという特徴があります。あ、なるほどなるほど、ほら今ちょっとやってみますけど、これリングを左上にリング4敵がいるけど、当たってもこうやると、あ、リングが散らばっちゃうんですけど、なくなっちゃうけど大丈夫、大丈夫なんだ、そういうのがあります。ビョーンと飛んで、だからじゃあリング大事ですね。取ってないと。で回しながらこうやるとスピン。おーおー、ああ、かっこいい。それですごいこうなんかあっという間に流れていっちゃうけど、結構なんか隠し要素とかありそうですよね。すげえあります。こう脇道にそれたところで。今もこれヤシの木の裏にある、これが無敵になる。ああ、無敵。本当だ、なんかキラキラ光ってる。ああ、やばいやばい。あんま油断するとこうなる、ね、早いからって言ってね、調子乗るとすぐやられちゃうし、う、まあでも、お、初めての場合はとにかくどんどん進んでクリアしていくっていう方がいいかなと思います。
こうやってアクト1アクト2ってまあ一つずつ進んでいくとそのうち背景も変わったステージも変わってっていう感じなんですけど、もうちょい先今割とねなんかジャングルというか森の中というか、どんな状態かな。お、結構なんかいろんなギミックが隠されてるんですね。そうなんです。これお、無敵が落ちちゃった下の方に、多分上に行くルートもあったんですよね。上の方が良かったんですけど、あーこれ隠し今カメレオンがいたんです。カメレオンいましたね。カメレオンどうしたらなんかウサギ出てきました。あのウサギがさっき捕らえられてた、ね、あの子たちかな。落ちた、あ落ちちゃった。まあ、私は当時ですね、ああ、うん、やってた。メガドライブ持ってなくて友達ん家で遊ぶ、うんうんうん、でいいな羨ましいなっていうのをやってたぜ、はいはいはい、です。思い出のなんか ちょっとした苦い思い出もある。そう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 、買えなかった、ね、買ってもらえなかったぜです。うわ、でも多分今その思いをした子たちがきっと大人になって、今俺買えるってなる。いろんな媒体で遊べますからね。しかもね、そうそうそう、ああボス戦、あエグマンだ、まるまるの太った。なんかこいつ何かしらに乗ってくるんですか、大体。うんうんうん、なんかちょっとあの玉にぶつかるとアメリカンクラッカーみたいなやつ持ってます。ダメ、危ない、あ危ない危ない、コイン取って、やべえリング1個になっちゃった。ガチガチやってて、ガシガシ、あ危ない、あの真ん中にガシガシやってて、もう結構硬い、硬いね。よいしょ、なんか効いてる効いてる、いいぞいいぞ、あっていう感じで倒した。おかけろおかけろ、ここに何かあるんですが、これをよ踏むと、うん、ああさっきムーミーで出てきた。そうですそうです、囚われていたウサちゃんたちがっていう感じですね。なるほど。でもねまだ1個だけじゃなかったですからね、まだいっぱいいましたからね。でこう行くと、まあ、次のステージっていう感じで行くんですけど、まあ、この辺はぜひ続きはぜひ遊んでみてお楽しみで、はい、ちょっとまた他の、ソニック2とかもやっていこうかなと思うので、うんうん、戻しますね、はい、じゃあ2は夏川さんの方にプレイしていこうと思います。ぜひ私もちょっとスピードに乗りたい、はい、コントロールが速いスピードに乗りたくなってきたので、じゃあちょっとソニック2は夏川をやらせていただこうかなと思います、はい。ソニックは初めてなんですよね。そうですよね、ちょっとね、まあ、2の方が最初の面はやりやすいかなという気がします、うん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 、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあプレイするのは2ですね、はい、2の、アニバーサリーモード。懐かしい。おこれも言うたら当時のものがそのまま使われているっていう。あ、なんかキツネがいる。はい、テイルスくんが。テイルスくん。テイルスくんが加わってます。かわいい。プレイヤー。ああ、キャラクターが選べるんだ。このじゃあさっきのソニックとテイルスくんで、ね。はい、初めから。初めからでいいですよ。あ、いきなり始まる。じゃあ行きます。よし、スピードに乗れ。はい、コメントで英語できてるんですけど、ソニック3もプレイするのでなんて言えばいいのこれ。英語で。ソニック3 will play soon. We will play Sonic 3. We will play Sonic 3 together. ちょっと待って、登れない。集中できない。そのそり立つ壁、ちょっとそこの、ああ、その大丈夫です。さっきのなんかアイテムを取ればいいのか。はい、これあれですよね。無敵ですよね。ちょっと走り抜けろ。スピードに乗るんだ。あ、これはここじゃないか。よいしょ。外国の方からクエスチョンが出てるから、これが伝わってんのかなみたいなあるけど。伝わってない。なんかちょっと裏道行けた。このまま走れ。そのまま走るんだ。走り抜けて。あ、でもいい感じ。そうそう。よし、いいぞいいぞいいぞ。使うと助走がじゃなくて。あ。いや、もっと乗りたい、もっとスピードに乗りたいな。これ多分何回もこう同じ面をこう繰り返すことによって気持ちよく遊べますよね。その今下行きましたけど、もうちょい上の行くとなんかこう、うんうん、うねったコースに行けたりとかですね。なるほど。よし、スピードに乗ろう。
クソ人型。いいぞ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 。あー、反り立つ壁が。ここで、そうです。うーん、オッケーオッケーオッケー。あ、今上も行けたんだな今。あ、結構やっぱ慣れないとコースが分かんないと、そのどこで飛べばいいか分かんない。そうですね、ただ意外とのところで飛ぶと、なんか あこういう、そうそうそう、こういうところで、なんかちょっとこんなとこあったんだみたいな。危ない、おお。今の多分これ落ちたら死んでるパターンのやつですよね。あ、はい、あ、なんだお前。なんだお前。下を、危ない。ああ、でも、どうって。ああ、なんか、ああ、なんか、ギミックが、知らんギミックいっぱいある。ここも危ないでしょ。よいしょ。うわー、怖い。冷静さを失ってはいけないという。でも、目は見てないと。ああ、なんだ、あ、なんだ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 。ポステン。あ、エグマン。お、あ、じゃ、お、通る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 。お、あ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 、基本上から踏む感じで大丈夫ですよ。あれ、ちょっと早かった。ちょっと早かったか。やばいやばい、コイン集めなきゃ。うん、ちょっと。あ、やばいやばい。待って。すごい熱戦になってきた。待って。あ、ちょっと待って。落ち着いて。冷静になれ。落ち着いて。いいぞいいぞ。テイルスくん、なんとかしてください。テイルスくん、なんとかして。テイルスくん、基本ね、ついてくる感じなので。おお、飛ばしてきた。おお、食べた。オッケー、よかった。よかった、ギリギリ。見せるね、見せるね、熱戦盛り上げますね。あ、これと、あ、これは助けられるんじゃないか。お、助けられた、リス。鳥ちゃんとリスですね。はい、というわけで2はちょっと短いんですけど、はい、ここまでで、はい、2にはですね、ちょっと対戦モードがあるので、それをやろうと思います。なんで、この後一回タイトル画面に戻ります。はい、じゃあタイトルに戻ります。はい、で、そうです、2プレイヤーバーサスで、コントローラー1個外していただいて、ちょっとやろうかなと思います。じゃあ、はい、はい、はい、よいしょ、こう押していただいて、はい、2人でも遊べるんですね。ワンマッチで、ソニックとテイルスとナックルズ2人で選べます。ナスカさん、どれがいいですか。じゃあ私ソニックで。はい、じゃあテイルスにしようかな。はい、一本勝負。一本勝負だそうです。なるほど、これは単純に速さを競うみたいな。そうです、先にゴールする方が。なるほど。まあ一番オーソドックスなコースをいきましょうか。了解です。で、上下に分割されて、上が三代川で、下が那須川さん。私が下ですね。あべ、うわ、うわー、ほんとスピード勝負ですね。あ、結構いろんな、あー待って、お、結構いろんな道がありそうだったけど、結構私今下の方に行っちゃった。テイルス飛んでます、テイルス飛んでます。嘘。ずるいぞ。飛ぶのはずるいよ。すごくいい。あー、いいぞ。あー、乗れてる、スピード乗れてる。いいよ。お、あ、うわ、待って、上行けた。あ、これいいんじゃない、これいいんじゃない、これ結構いい。あ、ちょっと待って、戻される。やったー。あー、いいとこなし。やったー。ナンウィン。ナンウィン。イエー。何度言う。このしょうもないプレーを見せても、早くゴールして、早く。頑張れ。あの、ビリの運動会じゃないんだから。まだ俺中間じゃん、これ。三岡尾さん頑張って。やばい、三岡尾くん頑張れ。テイルス頑張って、テイルス。恥ずかしい。頑張れ。俺そんな、あと10秒ぐらいでゴールしないと終わっちゃう。あ、本当だ、時間切れもあるんだ。あ、飛んでる場合ないんだよ。テイルス飛んでる場合ないんだよ。ナックルズ、あと3秒だよ。いけるか。あ、いけた。見せるね。超ギリ。ギリギリだ。
やったー、見苦しい泥試合を失礼しました。はい、勝ちました。お手紙書いてくれたりとかしますよ。さあ、じゃあお待ちかねの、あ、そうか、最初自分でした。あ、はい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 、失礼しました。宮川さんに、はい、お待ちかねの、皆さんお待ちかねの3をソニック3を、はい、プレイしていただきましょうかね。さあ、噂の3をじゃあ、一面からちょっとやっていきます、うん、はい、あ、もう早速セーブデータがあるんですけど、うんうんうん、はい、ちょっと見ていきましょう。はい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 、なんかムービーが、お、スーパーソニックという、スーパーソニックなんか強そう、はい、はい、モードなんですね。早い、すごい早い、あ、あ、邪魔された。あ、これさっきからちょっと出てるナックルズ、ナックルズ、ナックルズ君、はい、にカオスエメラルドという、まあ、あれが集めるとスーパーソニックになるんですけど、それを奪われちゃったという感じですね。盗まれた、返せ。3でグラフィックがすごい綺麗になってます。あ、確かに本当だ、なんか回ってる時の感じとかもちょっと違うね。このパジュースクロールだったりとか、そうですね。あ、しかもなんかそんな壊すみたいなギミックも結構この手サック割ってるのかな、前よりも。確かにそうですね。このなんか宙返りみたいなモーションもなかったですもんね。本当だ、なんかいろいろ進化してますね。これも、あ、なんか、あ、なんかナックル君が、お前かよ、ナックル君、ね、俺が捕まろうと思ったのにお前かよ、テールズ君がめっちゃターザンみたいなことしてる。お、あ、これちょっとミニゲーム、ミニゲーム、ちょっと隠し要素というか、隠れたところにありましたね、はい、これ 3D だ、何これ、このこれをミニゲームだ、はい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 、ちょっとスペシャルステージ的な感じですかね。囲うとリングになると、で、赤いのは当たっちゃいけないんですけど、ね、ちょっと 3D に弱い方には難しいかもしれないですけど、うんうんうん、おっと、ちょっとここ行っていいですか。ここ難しい、お、難しい難しい、お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 、っていうのが、はい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 、あ、ここ結構大量ゲット、お、いいですね。実は練習中でずっとこれやってるからね、さっきからね、うん、お前はこれやりすぎだってスタッフに怒られてる。ここ好き、好きなんですね。ついついやっちゃうやつです。ああ、ボタン押しちゃった。ゲームはで、これもカオスメロンと取れるんですが、まあ、で、こうすると次のまた元のステージに戻ってきます。閉じ込められてる。おう、お、あ、どうぞ、お、折れた、偶然ね。折れた。ほんとなんかギミックというかステージにもいろいろ増えてますね。そうですね、いろんななんか攻略の仕方がまた増えてるように感じる。おっと、あれも上登って、感じもすごい綺麗に、うわー、敵もなんかいっぱい出てきてます。お、中間、ここのステージ、ここにもなんかちょっと隠れたステージが、なにこれ、これピンボールみたいなやつなんですけど、うん、何もできなかった、何もできなかった、何だったんだろう、本当は上に、何だったんだろう、本当は上に行くはず、うん、なるほど。はいはいはい、ぐるぐるして、ね、おー、なんだ、お、特に上手いプレイを見せるものではない。あ、でもなんか敵が来ましたよ。ここはボスではなくてイベントシーンで、燃やされちゃう、燃やされちゃう。あ、こんななんか演出とかも、そうなんです、ボス以外にも入るんですね。ちょっと森が燃えてしまって、うんうん、ステージが変化するっていう、ね、燃やされちゃった感じなんです。もうちょいやっても大丈夫かな、大丈夫、かわいい、危ない危ない危ない、あ、あー、あー、捕まりたかった、ジップラインがあったのか、今上に、あ、ここのエレベーターみたいな、よいしょ、アイテム取って、ベヨーンってベヨーンって言って、ここ危ない、オッケー、あ、なんか取った、あ、変わらずこう動物を助けるみたいな大目標は変わらないですね。この辺は変わらないですね、
まあ、ボスがちょっとエッグマンがここに出てないとか。確かにエッグマンいない、うん、でもこのなんか機械エッグマンが作ってるっぽい感じしますけど、そんなことはないのかな。 あ攻撃できる。下から突っ込んじゃった。グググググ、危ない、いけ。テイルスか。テイルズくん、もうちょっと攻撃しようよ。かわいいな、テイルズくん。テイルズくん、やられてばっかり。結構硬いんですよね。そうですね。倒せそう。ああ、いけた、倒した。という感じでステージもクリアして、うん、はい、行くんですけど、ちょっとですね、ここの別のモードというか、それをお見せしたいなと思って。はい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 。このままスーが行くんですが、別のモード。はい、ちょっと一回戻りますね。よいしょ。このミラーリングモードっていうのをちょっと見せしたいなと思ってまして、ミラーリングモード、はい、さっき今プレイしたものですね、うんうん、逆側の、よいしょ、はい、はい、あ、じゃあ夏川やりますね、はい、はい、あ、これかな、はい、ミラーリングって言うともう鏡のそのまま運転するってことですかね、はい、そうなんです。まあ、ここは普通なんですけど、うんうん、一番左のノーセーブで、あ、じゃあここで、あそこでも、はい、大丈夫です。もう、あ、本当だ、ムービーからも進む方向が違って、進む方向がソニックの飛行機の文字がですね、本当だ、文字も反転しているという、はい、取られちゃう、これも全部反転してる、あー逃げられる、追いかけなきゃ、反転したまま追いかける、ミラーだ完全に。なんか結構新鮮なんですこれ、うん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 、本当だ、すごい新鮮。さっき同じステージ見てるはずなのに全然わからない。ちなみに、あー、ね、やめて、飛ばさないで、どこのステージがレベルがみたいなお話をいただいてるんですけど、残念ながらそこはちょっと選択はせずに順々にお見せしていこうかなと思うのでご了承ください。すごい、なんか水なんかあったの。水、そうですね、よ、助走つけて、よいしょ、お、飛んで、ちょっと、あ、アウト、あ、回れ、あー回れない。ちなみにソニック3はこの収録されてる中では一番後期に発売されたものなので、こっちじゃないよな、こっちじゃないよな、こっちで、は本当は勢いつけて左です。ちょっと待って、ちょっと待って、勢いを待って、勢いがつけられない。下 B とかでスピンでもいいかもしれない。あー、あ、ここも回れんだ。そうそうそう、頑張って走って、ソニック走って、オッケー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 、なったよいしょ、それを左逆です。あ、そっかそっか、逆、あ、そっかそっか、進みが逆、ミラーになってた。そうだそうだ、逆になってたんだ、ミラーになってたんだ。そのまま左、オッケー。あ、これさっきの焼かれちゃった時の、そうです、反転してるからもう全然、結構かステージも違うように見える。私あの右と左が分からなくなる人なんて。はい、というところでじゃあ、はいはいはい、ミラーモードは終わりにしましょうか。はい、わかりました。はい、はい、はい、じゃあ、一回スタートでメインメニューに戻っていただいて、はい、今度ソニック CD をいきましょう。ソニック CD、 はい、3の1年前に出てるんですけど、うんうん、これメガ CD というですね、今までメガドライブのカセットだったんですけど、うんうんうん、CD ロムで遊べるようなものなので、本当だ、メガ CD 専用とかで、これクラシックモードで、クラシックモードじゃあやってみましょう、はい、クラシックモードは4対3のブラウン管の時の比率になります。あ、なんかグラフィックの感じも、そうなんです、その周辺機器として CD デッキみたいなのがついてるので、うんうん、ちょっと性能もパワーアップします。これアニメーションあるので見てみましょう。あ、本当だ、これはソニック CD 当時のもの。うわ、これなんかちょっとお宝感ありますね。1993年のアニメです。かっこいい、めちゃかっこいい、うわかっこいい、すごい動きますよ、めちゃめちゃ動きますね、躍動感がすごいわ、
おお。めちゃくちゃかっこいい。曲かっこいい。当時からアメリカですごい特に人気があったんですけど、それが分かる感じのこの演出というか雰囲気ですよね。これ今見ても全然遜色ないです。はい、すごい、もうコメントが一気に外国の方のコメントがめちゃめちゃ増えましたね。はい、で、これがゲームが始まったのかな、はい、普通にじゃあプレイしていきましょう。はい、わかりました。またなんかちょっとグラフィックがだいぶ新しい感じ。あ、あごめん、え、あ、すごい新しい演出がいろいろ加わってるんですよ。なんだろう、なんか今まだただこう横に行くだけじゃない何かがありましたね。結構縦の動きがよりそうですね、あるんですよね。ここなんかわー、ちょっと、え、何をしていらっしゃるの。一定条件で速度を、保つと、うん、過去の方にタイムリープするという設定がありまして。なるほど。パストってありましたけど、これも過去なんですね。過去なんです。これちょっと未来っぽいんですけど、未来感ありますけど過去なんですね、はい、これね。ちょ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 、よいしょ。おい、一定速度を超えるとタイムリープをするという、まあ、いわゆるバックトゥザフューチャー的な感じの、うん、デロリアン的な、デロリアン的なやつです。一人デロリアン的な、へえ、なんかこうやっぱスピード系のキャラクターは最終的にタイムリープしがちっていうのは あるあるなんですね。時を超えるっていうと走る、時を超えがちみたいなのあるあるなんですね。またさっきのなんかあのちょっと画角変わるやつみたいな画角変わるのもう一回見たいな。こうじゃないんだね、これ今クラシックモードですね。画角変わるんだ。これもなんか本当、ああ、あ、いけそういけそういけそう。これも本当なんかいろんな攻略法がありそうで、頑張って。あ、ちなみにリングを50個以上集めてクリアすると違う、またボーナスステージみたいな。戻された、せっかく登ったのに戻された。戻さないで。あ、あ、あ、これまたタイムリープしちゃうんじゃない。スピード出てるよ、スピード。あ、そうだ、フューチャー、フューチャー。あ、これ、あ、来た、タイムリープしました。おーおーわーわーわー、どこ行っちゃうの、あーれー、あ、ゴールしちゃった、ゴールしちゃった。オッケーオッケーオッケー。なんかすごい、どういう、どういう世界観なんだ。なんか垂れてません、なんか機械から。そうですね、植物も機械に侵食されてるような。うん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 。これが過去なんですもんね。これがなんでまた大自然に戻ったのかみたいな。これも確か過去の時代の戻ってエッグマの企みを阻止するみたいな、そういう狙いがあった。うん、なるほど、やっぱりエッグマのせいなんですね。あ、どんどん勢いよく助走をつけて、よいしょ、いいぞいいぞいいぞ。あ、あ、あ、ボス、あ、来た、エッグマン来いよ。そうですね、今回は防御してくるんです。あ、防衛する。あ、防衛する。防御覚えました。なんだお前。なんだお前。防衛する。あ、あ、なるほど。今狙い目。おっしゃ。弱い。相変わらず防御が緩い。というところでじゃあ、スニッチ CD を一回終わりましょうか。はい。あ、そこの、うん、踏んじゃいましょうか。あ、これ。あ、これもしかして動物が出てくるやつ。今回は動物じゃない。花？花だ。花が出てきた。なんかその辺もちょっとストーリーに関わるのかな。はい、そうですね。はい、じゃあ続いてミッションモードをやっていこうと思うので、はい、このまま夏川さんにプレイしていただこうと思います。はい、ミッションモード。はい。
じゃあメインメニューにいただいて、ミッション、そうですね、はい、下のミッションモードですね。なんかよく見たらちょっとこれエッグマンの基地みたいになってますね。はい、ミッションモードで、これいろんなそのソニック 1CD23 からそれぞれの難易度が1から星5まであって、あでさらにその中の条件をなるべく例えば早くクリアするとか、うんうん、多くコインを取るみたいな感じ、あリンゴを取るとかになってくるとクリア報酬が良くなってくる、それでコインがもらえるっていうものになってます。でそのこの取ったコインがさっきの例えばコンティニューあとカオスメダル取れなかったところとか、うんうんうん、で リトライしますかみたいなところで使えたりするっていう、ゲームをちょっと有利に進められるみたいなとか、そうですね、あとミュージアムモードのところで使ったりとか、うん、そういうのがあったりします。へこれめっちゃやり込み要素ですね。そうなんです。しかもだってこれランクついてますもんね。そう CBA ただクリアするだけじゃなくてよりこう高度な技に挑戦できるみたいなことですよね。さあどれやりますか。すごいいっぱいあって、はい、でもなんか そこそこ簡単なやつだと嬉しいな。2のソニックザ・ヘッジホッグ2 の、スーパーソニックでリンゴを取らすの今、あこの B ってついてるこれかね、はい、テストプレイをしましたけども。なるほど。じゃあこれじゃあ星2ですけど、はい、頑張ってみましょうかね。あもういきなりスーパーソニックです。スーパーソニックだ。ソニックがスーパーソニックになってるとリングがどんどん減ってくるんですね。体力が減ってくみたいな感じで、 なので上に行くには絶やさないうちに、ちょ早いよ君、早いおい、そうあー OKOK、 ちょっと待って、早いよ君。なるべくリングを取りながら進みたい。落ちた、なんだこれ。でこのエレベーターみたいな、エレベーターか、はい、エレベーターこれに乗りたい。動かないで動かないで。ちょっと動くと一気に進んじゃうんで。そうですよね。左上ですね。こっちか、よいしょ、 OK、 OKOKOK、 早い。でもリングはあと15。おお増えた。ちょっとリングも取りながら時間も気をつけながら、これ乗るんじゃない、これ乗るんじゃない、これ乗るんじゃない、乗りたいソニックちょっとゆっくり、あ動かないで動かないで。でもリングあと5、4、あーちょっと、あー増えた、5、4、3、あーと、おー増えた粘るあーダメだ。でももうちょいでした。ちょっとリトライしますか。ちょっともう一回ぐらい、はい、そうか時間もあるんだよ、これ。この速さに、このソニックの速さに慣れない。着地した時に、その方向機を押さない方がいいかもしれないですね。なるほど。そこ超難関ね、うまい。で左上。オッケー。いいですね。ここまでいいぞ。やばい。コイン取らなきゃ。おいい感じ。あ、そんなにいけないことなんだ。ここ三角飛びみたいな。おい。左上。一回メリって左上。あ、いいぞ。いける。いい感じ。飛んで右を。ああ、オッケー。動かないで。停止。ストップを超える。ここ左です。いい感じ。いいんじゃない。はい。あ、これまた三角飛び。はい。オッケー。いったー。ミーだ。よしセーフ。なかなか。はい。これはスーパーソニックの速さに慣れるまでが。じゃあ、このまま、ボスラッシュモードの方に行きますか。ボスラッシュもあるんですね。はい。すごい、でもなんかこれ練習すればできそうな感じがあるのが、ね、まあ、でも星1個かな、2個かなぐらいなんですけど、うん、星5まで行くと相当難しいのがあるので、そうですよね、かなり相当な鍛錬を積まないとあります。です、ね、でボスラッシュ、はい、もう1個右かな、はい、はい、じゃあ1、どれを上げますか。ああ、なかなか難しい。ボスラッシュむずい。みよこさんやります。2、3の方。2、3の。なるほど。このヘッジホグはちょっと難しいから。はい、あと CD とかでもいいか。はい。CD とかでしょ。はい。CD の、ボスラッシュをソニックで。初めから。見ましょう。
そうですね。ボスいない。ボスラッシュはリングがない状況で。あ、来た来た来た。これもボスでしょ。残機があるという感じです。あ、さっきやりましたね。さっきの防御弱いエグマ。はい。あ、でももう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 ちょっと色が違いますけど。もう分かってるよこれも。はい、後ろ行って。あ、ここだ。うい。お、なんか。もう一回。おい。オッケー。これはさすがに、さっきもね、やりましたからいけますね。今、1体目、次2体目。ここで、ピンボールステージですね。あ、ほんとだ、ピンボール。ボタンを押すと、そこでフリッパーが跳ね上がるんで、ボタンを押すんですが。ちょっと1回入り直しかな。はい。ここで、そうです、ジャンプをすると。あ、痛い。なんだろ、ピンボールのフリッパーっていうのがあるんですよ。ここのタイミングでボタンジャンプをすると確か跳ね上がるはず。なるほど。そうです、そうです。これか。うん、上行きたい。上行きたい。うん。うん。ボスは？ボスは、ボス上の方にね。ボスは、上の方に。はい。ボスはい。ちょっと待って、ボスに行くまでのこのピンボールで、そう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 。あ、そう。そうそう。ピンボールの弾になるんだよ、ソニック弾になるんだそこ、真ん中か、右行きたい、うん、そっち、そうですね、そこで左、今度、はい、真ん中で、どんどん、はい、はい、はい、OK、よいしょ、あ、いけた、ふと、あ、どんどん、うい、えピンボールの方が強いじゃん。とりあえず到達することが大事。なるほどね、到達するのがボス戦みたいな感じか。あ、水の中で呼吸できない、大丈夫？あ、動かないな、あいつ。あ、動くか。ここはなかなか。おいよ、ブクブクしてる、ブクブクしてる。あ、泡を。あ、あ、え、ちょ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 、あ、あ、え、どうしますか？ん？今何やるの？あ、リトライは1からですね。こっからなのか、こっからなのか。うわー、最後のやつあれ何をしようとしてたんだろう。はい、あそこは本当は泡を破壊して、うん、その隙間から攻撃するみたいなのがあって。なるほどなるほど。じゃあ、はい。なかなかね、初見では難しいけど、はい、これもやっぱ何回か挑戦すれば。そうですね。まあ上手い人にはもういいと思います、うん。なんかちょっとタイムアタック的なこととかもすごい流行りそうな感じですね。そして、もう一個ですね、目玉というか、かなり、うん、これはすでにアンロックを多くされているので、うん、特別なデータになっているんですけども、ミュージアムモードがあって、サウンド、はい、イラスト、ムービーといろいろ見られます。すごい、これはで、これまあ、ワンの、あ、さっきからいっぱい聞いてるこのおなじみの、中村雅史さんの音楽だったりもしますけど、これタイトルか、これとかも、あ、うんうんうん。で、ここ、これが全部別々聞けるんだ。ちょっと画面がちらついてかな。ですね。すごい。プレミアムコレクションが、こちらあって、うん、あ、ソートできるんですね。そうなんです。で、CD とか。うん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 。かっこいい。ちなみにこれキャラクターのスキンも変えるものとかあります。うん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 。発売前なのでちょっと全部の曲を聴かせられるわけではないので一部の曲だけになっちゃうんですけど、まあですね、すごくレアなものだとこのカオティクス、これスーパー 32X っていうものがありまして、なんて言ったらいいんだろう、メガドライブがあるんですけど、メガドライブの上にさらにカートリッジを挿す用のものがあるんですけど、それを入れるとメガドライブがパワーアップするっていう、それによって表示できないようなポリゴンとかも出せるみたいなのがあったりするんですね。それを使ったゲームですね。とか、まあ、ソニックスピーディーブラストとかスピンボールとか、ファンにとってたまらんですね。ずっとずっと聞いていたくなるやつですね。これがその今メニュー画面で流れてるポリジンもあります。よく聞いてたやつなんで、これソニックオリジンズはで曲だけじゃないんですもんね、イラストもあります。まあ、普通にはい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 、設定資料的なこのイラストもあれば設定とかも見られるし、これですね、あ、ジャケット的なやつもあるし、あ、そうですね、
はい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 。CD。うわー、これなんか裏面とかめちゃめちゃ時代感じます ね, すね。すごい時代を感じる。取扱説明書とか。エモいな、なんか。北米版と欧州版とかですね。ああ、なるほど。本当だ。パッケージが違ったりする。パッケージが違うんだ。ね、すごい3を、みんな大好き3。うんうんうん、あ、結構。だいぶ違いますよ ね, だいぶ違いますね。今ってもうワールドワイドでパッケージほぼ一緒だったりするんですけど、当時って全然違ったりとかして。そうなんだ。このマニュアルとかもキャライラストとかもあるんですけど、コミック版です、ね、あー、コミック、はいはい、表紙イラストでプレミアムコレクションというのはですね、うんうんうん、かなりレアなイラストも入ってまして、カレンダー用イラストとか、うんうんうん、中にはですね、どれだっけな、なんかなんだこれ。これ設定資料集。設定資料なんだこれ。ステージのスケッチで、これですね、拡大もできるんですよ。アイデアスケッチっていう風に書いて。そうそうそう、あ、もうだってなんかメモみたいなのもそのまんま。メタリック調のステージ、背景は東南アジアをイメージした黄金の国とか。黄色のメッキで輝いている。へえ、すごい。どんなのも見れるんだ。この辺はどこだっけな。キャラクター設定資料でソニックの。うんうん。あ、本当だ。キャラクターの設定資料もある。わあ、ソニックが誕生する前。なんか狼みたいなのいるよ。あ、でもアルマジロ、ハリネズミって書いてある。アルマジロの可能性もあったんだ。あ、でもアルマジロとハリネズミのいいとこ取りみたいなのをしようとして。そうですね。でこれ下の方はかなりラフなやつとかす, すごいアルマジロ感大きかったけど。あ、それエッグマンじゃないですか。エッグマンの、あのパジャマじゃん。これもでも相手は原型になったって書いてあるので。え、ソニックの原型なわけないですか。いやいや、その敵側の、敵側のかなりこうなんかファンシーな。そうですね、うん、この後多分もっとあのドクターというか博士っぽくなっていくっていうのがあったりするんじゃないかな。よりちょっと敵キャラっぽくね、というのもありますね。もうちょい、これはたまらん、捨てられるかな。ステージアイデアとか初期イラストボードとか、うーん、まあソニックらしさはもう全然変わってないんですけど、うんうんうん、というのがあります。そしてムービーもあります。ムービーもあるんだ。まあ、これさっきまで見てたやつとかも入ってるってことですよね、はい、きっとね。これはソニックオリジンズのオープニングムービー、うんうんうん、オリジンズのオープニングムービー、うんうんうん、これは新しく作ったやつですね。そうです、うん、まあ、これはもう新作のアニメ、はいはいはい、で、ソニックとヘッジホッグイントロ。これさっきこれそのオリジンズ用に作られたやつ。鳥が助けてって言ってたやつだ。あんまり見せるとすごい、そんなにいっぱい、すごいいっぱいありますね、はい、でソニックマニアというですね、その前に、うんうん、リメイクされたものがあるんですけど、うんうん、それ用の発売直前に発表されたショートアニメもあると。3分、結構のボリューム。まあ普通にアニメーションですね。ソニックマニア、本当になんか全てを網羅している感じがありますね。可愛らしい。はい、という感じでいろいろ見られるになってます。ちょっと全てに見せられるわけではないので、うんうんうん、残念ながらちょっとご希望に添えない、ね、ないところもあると思いますけども、その辺はご了承いただけると思います。これはもう永遠に楽しめそうなので、はい、ぜひ実際に発売して確かめて、うん、いただければと思います。はい。はい。